士山川口区の、コンビニローソンに来ています。でここでちゃんと食べられるコーナーがあります。今日はカフェラテ150円です。いいですね、この中で食べられる。トイレもちゃんとありますから大丈夫です。ね、後ろにはあのチケットを買えるマシンとか ATM もあります。来てください。ここは川口湖ハーブ館です。ちょっと今ここにですね、オーミストカフェご自由にご自由にお入りくださいって書いてあるんで、自由に入ってみましょう。この中にあの買ったお花をここに入れて、ここに入れて持ち帰りです。種が、種、全部これ種です。これシャオバイザイ、チンゲンサイ。よいしょ。ラベンダーアイスクリーム350円、これ食べてみましょうか、ね、召し上がる？いいよ、二人で一つでいいよ。ラベンダーアイスクリームを買おうと思ったんですけど、隣にアマオイチゴがあったんで、すごいイチゴの香りがすごいです。ちょっと食べてみます。ちょっと待って、食べるから、ね、うん、美味しい、すごい美味しい。これ絶対おすすめです。皆さんもアマオイチゴ食べてください。はい、皆さんアイスクリームいろいろあります。抹茶、アマオイチゴで、アマオと抹茶のミックス、これアマオ美味しかったです。でこれいいですよね、あのこれ砂糖菓子でお花なんですけど、食べられるお花です。すごい、食べてみたい。でね、ちょっと見てください、ここ青い富士山カレー、赤い富士山カレー、何が入ってると思いますか？ね、これはあのココナッツミルクと乳製品を加えました。そして鶏肉と桃が入ってる。すごいですねこれ。そして赤いのは何が入ってると思いますか？ここはですね、なんだっけ、さっきのちょっともうちょっと探して、あの赤いカレーはだし、ね、日本のだしと、それから、すごいですね、あの中国語のマーラー、マーラーのフレーバーが入っています。でかなり辛いそうです。あの舌がしびれるぐらい辛いっていうんで、激辛が好きな人にぴったりです。であとはね、普通のこれ漢字覚えてください皆さん、醤油ラーメン、醤油、これ味噌、醤油味噌、あ違う違う、こっちか豚骨、これ漢字ぜひ覚えて、ラーメン頼むときにどれがいいか、あの分かるようにしておいてください。